最初から始める。どの主人公から始めますか？選んでください。当時の僕はどれにしたんだろう。僕の性格から言うと、やっぱり、ドラゴンボール？特に悟空が好きだったんで、悟空を選んだんじゃないのかな。ジョジョはね、当時読んでなかったからね。ターちゃんは好きだったけど、多分9割方悟空だと思うんでね、当時の僕の記憶をね、刺激するっていう意味で、悟空でいこうか。お、ドラクエっぽいですね。昔、そうだな、当時よく遊んでたのがドラゴンクエスト3で、この8番、遅いを選択すると、実は最速になるなんていうね、そんな、裏テクみたいなのがあったんですけど、ひとまず早いでお願いします。こんばんは、ようこそ。よく来てくれました、悟空。私はこの大神殿に宿り世界を見守るジャンプワールドの精霊です。平和なジャンプワールドに異変が起きつつあることは、あなたも感じているはず。大きな災いとならぬうちに、原因を突き止めねばなりません。その使命を果たすため、最強の7人が選ばれました。タルルート、ジョジョ、ターちゃん、モモ、タイソン、リョウツ。もちろん、あなたもですよ、悟空。一刻も早く他の戦士たちを集め、ここに戻るのです。私もそれまでに、世界の様子を調べておきましょう。そうそう、俺を持って、お行きなさい。悟空は精霊の指輪を手に入れた。精霊っていうところが堀井裕二さんチックだね。その指輪を、天に掲げれば、立ちどころに、ここに戻れますよ。では、くれぐれも、頼みましたよ、悟空。ということで、悟空です。どうも。いろいろ押してみよう。出てきたやつだって、話す。ここは大神殿の炎の部屋。この部屋の炎は友情、努力、勝利の強さを示しています。僕の予想、この人も全く同じことを喋るように教育されてると思う。気のせいでしょうか？悪口を言われたような。ではなくて、聖なる炎の力が弱まっているような気がします。違うメッセージでしたね。それだけ当時のゲームに容量が増えたっていうね。ことだと思うんですよ。ね、おじいさん。ジャンプワールドを救うため7人の最強戦士が精霊に呼ばれたそうじゃ。重大な事件が起きようとしてるのに、してるに違いないでしょう。こんばんは。うん。あ、当時、ジョータロウを使った、あ、ジョジョの奇妙な冒険家って意味合いかな。うん。仲間が大勢になり、共に旅ができぬ時には、ここで修行をされるがよい。修行に励めば、知らず知らずのうちに力も尽きる。ん？力も尽きる？力もつく。力尽きてどうすんだ。おめえらが頑張るたびにオラの力が減っていく。じゃなくって、旅に出たい者はここで力をつけられよ。何をお望みですか？修行をする。仲間を加える。指を加える。それを舐める。そんなことは書いてない。仲間を加える。修行してる者おらん。そうなの？どれどれ？ああ、いるんだろう。どっかにいるんだろう。ヤジロベー、クリリー、ヤムチャ。いねえのか。ファミコンジャンプ2はね、ファミコンジャンプ1と同じように、でっかいカートリッジでしたよね。戦いで意識を失っても案ずることはありません。ジャンプワールドの精霊がこの大神殿へと導いてくれるでしょう。90年とか91年頃のゲームかな？ここは大神殿と町とを結ぶ祭壇。新しい町に着いたら祭壇をお探しなさい。祭壇があれば大神殿との行き来は簡単ですよ。あ、おじいさんがなんか持ってる。それくれよ。グミくれよ。ドラゴンボールを7つ集めればどんな願いも叶うそうじゃ。
ドラゴンボールシステム。もうね、支えてましたもんね。週刊少年ジャンプをね、ドラゴンボールが。どうしても主役になってしまうな。いや、それを考えるとさ、もしもだよ。もしも、ジャングルの王者、ターちゃんが当時ナンバーワン連載人気の漫画だったら、全然、ファミコンジャンプの世界観も変わったんじゃないかってね。噂ではあんたたちヒーローがドラゴンボールを一つずつ持っているとか、ならばドラゴンレーダーでドラゴンボールとそれを持っている仲間の居場所がわかりますぞ。どうじゃこんな便利なものはなかろう。持って行きなさるがいい。おう、そうじゃボタンでレーダーの見れる範囲が変えられるから試してみなされ。これがそう？悟空は宝箱を調べた。なんと、ドラゴンレーダーを見つけた。誰だ、ブルマから。ドラゴンレーダーをくすでたやつは。木の棒、布の服。ドラゴンクエスト3じゃん。精霊ネビア。じゃあ、ドラゴンレーダー使う。お、本格的。あ、しかもある。1、2、3、4、5、6、7。結構近くにある。一つのさ、だってこの区画の中に全部収まってるってかなり近いよね。ドラゴンボールの世界から言うと。あ、こっからラスボスへみたいな雰囲気。うん。グラフィックもドラクエに寄せてる感じ？うんうんうん。お嬢ちゃん。もしあなたが精霊に呼ばれたという一人目のヒーローですか？ではあなたが残りの6人の方々を集めるのですね。もしよろしかったらこれをお持ちくださいまし。すんごい言葉遣いがいい。お嬢ちゃん、悟空は薬瓶を手に入れた。戦いの時に薬を使えば傷ついた体が回復します。使った薬は町で買い足せばいいでしょう。辛いこともありましょうが頑張ってくださいまし。すんげーしっかりしてる。中身絶対転生してる人が入ってるよ。大神殿を守るため精霊によって大扉が封印されました。でも世界を救う7人の最強戦士が集まったその時、大扉は再び開かれると言われています。うん、かなりドラクエっぽい。確かね、確かね、ジャンプのね、鳥島さんがファミコンジャンプを作られた際に、堀井雄二さんね、ドラゴンクエストの、シナリオライターなどで有名なね、堀井さんがファミコンジャンプをプレイされて、まあ、あまりいい感想を持たなかったそうなんですよ。で、それをストレートに鳥島さんにぶつけたところ、だったら、おめえが作れ的なね。ことを言われ、ホーリーさんが頑張って、じゃあ作ってみせよう。で、完成したのがこのファミコンジャンプ2だというふうに言われてる。っていうのをね、聞いたことがあります。ここは預かり所。なんかある？何をお返ししましょうか？道具。何も預かっていませんが。なんだ、言ってみたんだけど。あ、悟空さん、ご存知かもしれませんが、お話ししておきましょう。この建物の中には、世界各地の神殿へのワープポイントがあります。その入り口の扉はそれぞれのヒーローさんが開けることができるのです。7人の戦士が揃えば世界を結ぶワープルートが完成しますよ。ヒーローさんっていう風になんかちょっと気を使わしゃってるのが、申し訳ないね。ヒーローさん。お、じゃあ行きましょう。イエーイ。始まったー。ということで、最初の世界、悟空の世界でございます。間違える。その前にちょっとさ、戦闘してみる？いけるかな。でも失うものないからさ、ちょっと戦闘してみようよ。僕ね、このゲームの BGM 大好きなんです。始まった。スライムが現れた。よーし。
で、攻撃。結構覚えてるもんだな。これ後ろからやるといいとかなかったっけ？倒した。よーし。おめえも、あ、届かねえ。じゃあこの辺であるよね、なんかコマンドがね。防御。よーし。届かねえ。じゃあ正面から。ベンベンベン。後ろ取っちゃうもんね。悟空は2ポイントの経験値を得た10ゼニーを手に入れた。この辺もドラゴンボールだね。ゼニー、懐かしい。思い出したよ。やっぱ BGM いいね。お、街の音楽はありません。容量の節約です。ここはパフットの村です。パフット、悟空さんに申し訳ない。ご飯くんを守れませんでした。グフ、何のためにおめえに高い金払ってると思ってんだ。バシューン。お、すんごい。なんか当時のって感じ。ポケモンのさ、お店もこんな感じのデザインじゃない？ポケモンも96年ぐらいの作品だと思うけど。さーて何を買おうかな。ところで、表が騒がしかったが、何かあったんですか？俺もよく知らねえ。そうですか、あの叫び声は空耳だったのか。あ、嫌いそういう人。本当は分かっていて、そういう風になんかさ、促そうとする人嫌い。いらっしゃいませ。元気ショップへようこそ。どんなご用ですか？薬を詰める。いい薬だろ、いい薬のこと言ってただろ。買いに来た。10円でなんか買える？毒消し、眠気すっきりん。あ、タルルートくんっぽいね。手りゅう弾。テレポマシーン。あ、タルルートくんはテレポテトっていうアイテムがあったよね。手りゅう弾ってすごいな。よーし。私聞いたんです。世界に大変なことが起こりかけてるって。ごはんちゃんの事件ももしかしたらそのことと。超ブルマ。超ブルマ。このブルマね、デザイン的に言うとドラゴンボールのさ、何巻だったかな、10巻だったかな、悟空がなんかさ、ピョーンと飛んでて、でブルマがなんか機械のとこにこう立ってる絵の、表紙のコミックスがあって、その時の髪型っぽくない？これでブルマじゃなかったらごめんなさいだけど。孫くん、早く父さんのところへ。大変なのよ。え、これブルマんち、ずいぶんあれだね、質素な。ブルマさんにしては質素な生活を。立派だよ。もちろん立派な家だよ。だってわざわざこんなさ、あの水道っていうの、だってこれ洗い場っていうの、これ2つもあるんだからね。すごい、なかなかないだろ、2つもあるなんてさ。台所にさ、水洗台が2つもあるなんてさ。あ、なんか危険な予感。行っちゃっていいのこれ。あれ、店の裏側みたいな、こういうさ、酔っ払いがさ、台東の人生劇場のさ、象徴キャラになってましたよね。悟空さんが武器屋に来るとは珍しい。今度の相手はそれほど強いやつってわけですかい。頑張ってくださいよ。え、何もくれねえの？あ、今思い出した。あのね、当時週刊少年ジャンプに、週刊少年ジャンプカードダスっていうのが付録でついてきたんですよ。確かね、2号連続の企画かなんかでね、当時バンダイさんのカードダスがもうめっちゃくちゃヒットしてて、多分それとの連動企画だったと思うんですけど、実際のカードダスとは違う
あのオリジナルのね、週刊少年ジャンプで連載している漫画作品のキャラクターが描かれてるオリジナルカードダスが2号連続企画で掲載されてて、僕多分ねそれまだ取っておいてあると思います。でまさにそのオリジナルカードダスに描かれてたキャラクターたちっていうのがこの、ゲームに登場するりょうさんとかね、ももとかね、ターちゃんとか、当時あと大の大冒険も人気だったからね、だからその辺もね、みんなオールスターのキャラクターがね描かれてるカードダスがあって、今もどっかにあると思いますよ。ごはんちゃんどうしたのかな、一緒に遊ぼうって約束してたのに。父、悟空さどこに行ってた、だごはんちゃんが、ごはんちゃんが銃を持ってやってきた男たちに触られちまっただよ。父さんだったら倒せるんじゃない、父さん結構強いからね。例えばドラゴンボール Z の、 あのガーリックジュニアの映画にしても、あのハネムーン編にしても、父さん結構戦うシーンがありますからね、アニメオリジナルですけど。あんなに可愛い子をさらうなんて、おら許せねえだ、結構強いんですよ父さん。悟空、あいつらをやっつけるだ、やっつけてごはんちゃんを連れて帰ってくるだ、でないとオラはかわいそうに。僕は割と父さんファンだよ。だから第23回天下一武道会にね登場した時はガッツポーズしましたもん。うん、ジャンプのカード、あ、覚えてます？悟空のカードがね、孫悟飯との親子カードだったの覚えてるよ。ヒーローのカードと敵役のカードっていうのがね、2枚対になったと思うんですね。で、ドラゴンボールの場合は、悟空とご飯の親子カードと、フリーザ一味のカードだったというふうに記憶しています。一体ご飯ちゃんはどこに連れて行かれたんだろう。なんせあっという間の出来事で。坊や、一人かい？あいつらきっとごはんちゃんのドラゴンボールをね、なるほど、ドラゴンレーダーを使ってねって感じ。だってドラゴンボールって7つ揃うとどんな願いも叶うんでしょ。ほんと神様はさ、とんでもねえものを地球にさ投入したもんだよね。少なくともドラゴンボールの原作の中で描かれているドラゴンボールの使い道と、それを悪用しようとしている人たちを見ると、プラスとマイナス天秤にかけるとマイナスの方が多いよね。プラスはマイナスをかき消す、帳消しにするための願いだったりするから、なんつってな。って思うと一番なんていうの、なんか普通の願い事としてはさ、ウーロンのギャルのパンティしかないんじゃないのっていうね。あとは悪事をこう綺麗にするための願い事ばっかりでしょ、ボラを置き返すとかさ。ということでドラゴンレーダー使ってみようか。あの辺にいんのかな、ごはんちゃん、そこかな。昔からね、この平野は平和だってね言ったもんですよ。で、山道は危険だっていうね。いいのかな、こんなスンスカ言っちゃって、こんなスンスカ言っちゃっていいのかい。レベル、あ、強さ見てみる。レベル1で言っちゃっていいのかい。うん、父さんをパーティーに加えたいくらい。あ、もうまずくね、これで倒せんの。まあでもね、逆に言えば失うものはない。フィラフ様の後ろに何の用だ。何、ご飯という子供を返せだと。知らんな、ここにいるという証拠でもあるのか。何、ドラゴンレーダー。ほう、そんないいものがあるなら我々がいただこう。やっべえぞ。大丈夫だのかこれ、悟空。
ちょっと待って、とりあえずピンピン、うわっ、死んでくれうわっ、顔色悪いよ、大丈夫なのかな、やべやべ、ちょっと待って、このシステムよく分かってないから、道具システム確認、薬瓶で回復できるんだよね、きっと多分あと一発で倒せると思うんだけど、ちょっと薬瓶の使い方を、よし、危ねえ、バットが現れた、スライムが現れた、大丈夫かな、ガシガシ、お、同時、よし倒した、早っ気づいていない、もうドラクエ3並みのエンカウント率ですね。あれ思い出すもん、最初のあの馴染みの塔でしたっけ、どんだけだよ、人食いサボテン、あ、やばそうだな、その人食いサボテンってのが、こんばんは、構築系か、え、やばくね、毒とかで、毒消しくれないの、え、やばくね、毒消しないとかさ、ちょっと待って、これやばくね普通に死んじゃうんじゃね、これちょっとさ、ちょっと無理せずさ、戻ろうよ、これ絶対さ、毒消しいるって、大丈夫、食らってない、これ何歩に一歩なの、これ毒とかそういう感じじゃない、おい、最初からさ、毒持ちのさ敵出してくるとかなかなかだね、大丈夫なのか、毒、ほら毒かかってんじゃん、いや毒、おっ、ほら損、毒、損毒とか言ってる場合じゃないよ、ちょっとやばい逃げれねえのこれ、なんか逃げるとかあったよね、ちょっと やべえなこれ、やっべえぞ、死んじゃうやべえやべえ今結構食らってんじゃね心臓がやばい、数字でね、こうデジタルに見えてないからね、怖いね、やべ、毒ずっと毒だからね、だから毒消しは絶対いるよ、いや、おめえのせいで大変なことになってんだ、防御大丈夫かな、今だからハート2個くらい減ってるよね、でこれで食らって、さらにハートが減って、で毒食らってて、結構やばくね死んでくれ、よし、怖い怖い、ヒットポイント見えてないから、ちょっと早くオラに毒消しよう、毒消しゲーだな、やべえ、防御、やばい、怖い怖い、この必ず減る毒が怖え、よし、これ味噌とかあったら終わってるよ、早く毒消しよ
届かねえ。早く毒消しよ。ミスっていう制度があったらやばいぞ。早く毒消しよ。あの時はスイスイ行ったのにさ、なんでこんなにエンカウントするんですか。わかってるな、ゲーム側も。行きはよいよい系ね。よし、せっかくドラクエ3のさ、思い出話をしようとしたとこだったのにさ。で、お店、お店、外から見てね、お店がわかんねえっていうね。元気ショップ、買いに来た。毒消し、薬を詰めるっていうのは、薬の補充、あ、ぜひお願いします。これであと7回使えますよ。ちょっと待って、1個じゃ絶対1個じゃ足んないよこれ。持ち物のとこをさ、全部毒消しで埋めるぐらいのさ勢いで。ちょっと待って、アイテム欄見して。当時ドラクエが8個だからね、多分容量、当時のファミコンの容量から言って8でしょ。1、2、3、4、5、6、7、あと1個持ち物目いっぱいになってもいいから。毒消しだよ、これないと安心できないよね。どうですか。で、多分なんかイベントのアイテムとかさ、そういうのを入手したりっていうのあると思うんだけど、その時は毒消しをね捨てればいいから。よし。で、このゲームセーブとかどうなってんだっけ。これか、記録、記録しました。よーし、これで安心。そう、さっきね言いかけたんだけど、なんか扉を開けてさ、見えないエリアに侵入。あ、そうだ、まだ毒、そうだ、すぐ使わなきゃ、ちょっとすぐ使わなきゃ、まだ安心できねえぞ。扉を開けてさ、そこに侵入するとさ、エンカウントするっていうね。やったー、レベルが2に上がった。攻撃力、守備力、そして必殺。ひとまず、まあ、毒の状態だったら新たに毒に関わることはないっていうね、逆に捉えるとね。このままいけるとこまで行っても悪くはないんだけどね。なんだ、結局1個使っちゃったよ、貴重な毒消し。あ、実質2個だよ。怖い怖い怖い。そう、扉入って入るとね、その画面が切り替わった瞬間にもう7割8割ぐらいの確率でエンカウントしたもんですよ、当時のドラクエ3は。ほんと、オス、オラ、ソン、悟空でしたよ。ようやくここから悟空の冒険が。で、いるの？いません。あ、やべ、やべえのがいる。あ、すんげえ。すんげえのがいる。ちょっと、撃つか、必殺。お！カメハメハー！倒せねえのか。倒せ、ちょっと待って、真ん中に行ってみよう。これで2人分いく。よし、恐ろしい。あのサボテンは本当鬼だね。どうやって逃げるんだっけ、戦闘から。逃げる方法あったはずなんだけど。んでだ、ここ行ったんだっけ。お、ご飯ちゃん、わーん、お父ちゃん、外で遊んでた変な男たちがやってきて、僕を早くここから出してよ。ぐすん。僕はね、風雷の試練5プラスの配信中だったかな。うーわー、孫悟飯くんちょっと苦手なんですよ、なんてお話をさせていただいたんですよ。僕はピッコロさんはすごい好きなんですよ。いや、なんだっけ、スーパードラゴンボールヒーローズの体験版なんかでもさ、
結構ご飯くん苦手みたいなお話をさせてもらったと思うんですけど、うわ強それを口に出した時以来、ちょっとずつなんだけどご飯くんのことが好きになりつつあるっていうねい方はもう気づいてると思う。僕結構ご飯くんのこと話題に出してるでしょ。ご飯くんいじりっていうのかな。体験版巡りの時にスーパードラゴンボールヒーローズ遊んだ時は、あの時は素直にね、素直って変な言い回しですけど、ご飯くん苦手だな。その理由はあるんだよ。僕は悟空が一番好きだから、悟空をピンチの死因にね、つながるような行動が多いなって思ったんですよ。悟空好きからしてね。それは最初のラディッツ戦に始まりね、セルゲームもそうでしょ。悟空の死因につながる行動があったりとかしてさ。だったんで、悟空好きの視点から見たときに、ちょっと苦手とか思ったんだけど。で、僕はピッコロさんも大好きで、いやそういう話をね、その当時はしてたと思うんですね。で、その後、ドラゴンボールじゃなくて、風来の試練5プラスの時にね、ちょっとご飯いじりを初めてさせてもらったんですけどね。なんかその時ぐらいからね、ちょっとじわじわご飯くん好きになってきてるっていう。私である。だそれ以降、割とご飯くんいじり増えたでしょ。待った、俺はあんたと戦うつもりはない。ピラフ様には愛想が尽きたんだ。ドラゴンボールのために子供までさらうなんて。ピラフ様がこれ以上ドラゴンボールを集めたら恐ろしいことになるぜ。何しろ今のピラフ様のバックにはすごいお方がいるからな。やべえ、ピッコロか。んで待ち構えてる。大丈夫、まあ、ご、あれだな、毒になる前に戦った方がいいな強制的に戦闘に入りそうだしね。おい、ここで何をしている。怪しいやつ、生きては解散。うん、枠外に歩けば逃げるですね。あ、なるほどね。なんかね、僕もそんな記憶が蘇って、ちょっとやりかけた瞬間があったと思うんですけど、その時できなかったんだね。わかりました。じゃあもうちょい余裕ある感じで行けそうな時狙ってみるね。でだ、理想はカメハメハを同時にぶち当てたいって感じなんですけど、まあ彼ら多分統治区隊だからな。これ当てられたら嬉しいけど、どうなんだろう。ガン、よし、パリパリ。お、ノーダメ。お、ハハハ、ハマったな。行くぜカメハメハ。やった、うまいこと言ったね。これがね、楽しかったんですよ、ファミコンジャンプ2。このシミュレーションゲームのようなスタイルのね、戦闘画面がね、戦闘システムが。お、怪しい像があるぞ。あいつはやっておかないとダメっぽいな。サブテンは嫌だあ、いけた。敵に回り込まれた。なんだよなんだよ、やめろ。素直にカメハメハをぶっ破しよう。倒れねえか、やめろ。あぶねえ。そっか、必ずではないんだね。ああやって、あ、違う違う違う、あ、まずい、やばいやばい、死んじゃう、うえうえ、この一回がもったいないな。すんげえスーパー統治区バットだな。紫色になりながら戦ったよ。よかった、毒になんなくて。
当たる？慣れてないうちはね、なかなかここの距離感みたいなのがね、つかみにくくてっていう部分はあるんですが、よし、とりあえずバット、届く？お、自ら。で、ちなみにセーブっていうのはこういうとこでもやれたりすんの？ここでは記録できません。ああ、よかった、逆によかった。なんとなくできない方が僕としてはなんかありがたい。さあ、敵がいるね。あそこの階段行ってみるか。お、気づいてない。じゃあスタコラさっさー。でも倒した方がいいか。お、危ね。来た？サンキュー。逃げたい。よし、さあ、ここは何かな。うえ、最悪だ。これで逃げらんなかった時はスーパー最悪。うえ、マジで、マジか、これ最悪だな。これ最悪の組み合わせだよ。で、下手に逃げてさ、無理でしたが一番怖いから、もうやった方がいいよな。ここまで来たらもうやるしかないよね。あ、背後。背後。やめろ、うえぇ、貴重な、今や先祖的な存在になっている毒消しを使うしかないのか。わざわざ戻ったのによ。ちょっと待って。わざわざ戻ったのによ。毒が消えた。もう行くか、ちょっと怖いから。毒が何よりも怖いから、もう行くわ。なんか、先にああいう、なんか固定、バトルみたいな雰囲気のある人やっちゃっとけな。何やら騒がしいのはお前のせいだな。ピラフ様に呼ばれたのか？いいえ。怪しい奴だ。生きて返すわけには。ピラフ、ヘイ。パリパリ。あ、怖い怖い。ん？目の前に人がいるよ。コウモリ女？コウモリ女ですか？匂い棒伸びないからな、このゲーム。原作のようにね。ああ、こういう自動メッセージの前に人エンカウントが入るっていうぐらいエンカウント率が高いようだね。さらに。やめろ、ここでの毒はきつい。きついなぁ。明らかにボス戦じゃん、次。きついなぁ。死んじゃう、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 悟空。死んだ。危ないとこでしたね。いやいやいや、死んだんだよ。危なくて死んだんだよ。気を失っていたんでここに呼び戻しました。でも大丈夫、油断さえしなければ恐れるもなりませんよ。さあ、先ほど、いやいえいえ、
送り返さなくていい。さっきのデータでやるから。エンカウント激しすぎだろ。あのサボテンはきついよ。だから、タイトル画面に出しまうよ。ああ、笑った。はい、タイトル画面から、続き。あれ？ここはどこ？あ、これでセーブしたとこに飛ぶのかな？ひぃ、賊が侵入しました。賊。サガみたいな表現。そして、こちら、揃ってます。ピラフィチミが。で、私のちょっとインベントリーを。毒消し。まあ、ここで毒にしてくるようなやついないと思うんだけど、薬瓶さん、つらい。やべ、ここで毒消しはいらねえとか言うから。いや、ここで毒消しはいらねえとか言うべきじゃなかったな。まだ、安心できねえんだ。やめろ。やめてくれって。よし、毒を治すぞ。どんだけだよ。よし、毒が消えた。んで、こんにちは。キャーキャー、ピラス様、どうしましょう。わわ、こっちに来るな。ちょっと待ってね。動かで、右押してんだけど、動いた。あ、なんかで、ね。よし、行った、反応した。むむ、ここまでやってくるとは大したやつじゃん。子供を牢屋から出したければ私の後ろのスイッチを押すがよい。それにはこの私を倒さなくてはならんがの。者ども、やっておしまい。サボテンじゃないよね。サボテンが一番辛いから。ボスより怖い毒攻撃。まあ、もう一個言うとね、この、僕が制御しきれないこのコントローラーっていうのもあるんだけどね。仲良くね、なかなかなれないんですよ。倒してくれ、頼む。オッケー、サンキュー。くそ、一つ目のドラゴンボールが見つかったというのに。誰にも邪魔はさせんぞ。いでよ、ピラフマシーン。大丈夫かな？出てきちゃったよ。わ、怖っ。あ、今のムーブ怖いんですけど。よし。どうなってる？反応が。どうする？使っとく？まあ大丈夫だよな。使っとこう。道具。よし。僕がコントローラーの操作を間違えなければ。やったぜ。私のピラフマシーンが覚えてろ。一つ目のドラゴンボールを手に入れた。どこかで扉の開く音がした。そしてサボテン。ちょっと待って、ここでのサボテンマジきついよ。ちょっともう、サボテン禁止だよ。やめろ。下手にサボテンやられると必殺技が打てなくなる。
あぶねあぶねあぶね、今まさに、今まさにやってしまいそうだった。どうする、どのタイミングで毒消し使う、今使っとく。マジすごいな、こんなに敵に出会う。ちょっと待って、逃げらんなくて攻撃されて毒が一番やべえからな、もう行くしかないもんな。最悪だ。全開じゃないの？全開だよね。よかった。いけ。あぶねえ。怖すぎるでしょ。ちょっとご飯割れちゃうんで今救いに行けねえわ。これここからピューンっていけないの？ドラクエの、よし、ピューンシステムいった。うわーよかった。ちょっとご飯ちゃん待ってて。とりあえずセーブするからここで。よし、セーブしたよ。まだまだ毒にかかってるからね。やべ。この開幕1減るのが辛いんだよね。でさらにこのコウモリくんがさ、倒竹野郎だからさ、これでだってもう2だもんね。もうスーパーピンチだよね。やべ、最後のピンチ。最後のじゃねえか。やべやべ。届かねえって、ちょっと必殺打ちたくねえんだよな。必殺打ちたくねえんだよな。死んじゃう死んじゃう。これで倒してくれ。やべ、毒最強ゲームだね。ご飯もう誰もいねえからさ、檻から出てこい。あったさん、悪いもの、みんな倒したんだしね。さすがあったさん。ねえ、僕早くお母さんに会いたいよ。これはさ、倒せるだけのポテンシャルはあるのか。まずあのコウモリくんがさ、どっからでも攻撃してくるんだよね。ちょっと待って、これ死んだんじゃね。理由はコウモリくんがどっからでも攻撃してくるんですよ。見てて、死んじゃうよこれきっと。見ててって変だけど。見ててくれよクリリン。で、一でしょ。危ねえ。やべ、届かねえ。え、これ、ちょっと待って、ちょっと待って、第一、これ、どうなんの、届かねえ。決死のカメハメハー。どんだけだよ。どんだけだよ。こんなにぜいぜいハハ言うゲームだったっけ、このファミコンジャンプって。これもやべえ、首、ちょっと待って、マジでやべえだろ。ちょっと待って、どこにも届かねえ、どこにも届かないし。で、1減るでしょ。ちょっと、やばくねこれ、どこにも行けないし。で、一発で倒せないでしょ。一発で倒せねえってことは、カメハメハで2で、次のターン1で、で、あいつの攻撃で1で死ぬじゃん。逃げる以外の奇跡はないぞ、悟空。これで逃げねえと終わるぞ。ちょっとさ、もう一歩一歩さ、敵出てくるの禁止にしてくんねえかな、今だけ。あのね。
こうピッチのど真ん中にさ置き去りにするのちょっと禁止だよ。ちょっと禁止、やめろ、逃げれねえっていう、あ、死んだじゃんこれ。危ねえ、ちょっと、お父さん僕のせい、違うよ、ご飯違うよ。よし、出れた。よし、出れた。脱出からのご飯回収までこんなに汗が吹き出すと思わなかったよ。はい、帰ってきたよ。悟空さん、ごはんちゃん助け出されましたな。家帰る前にさ、ちょっとコンビニ。もう毒、これもう、ケースでちょうだい。もう定期購読だよ、これ。で、なんだっけ、今毒なんだっけ。ブルマに会いに行くか。なんかそういう便利なグッズちょうだい、ブルマ。ごはんちゃん助け出したのね、さすが孫くんね。あなた精霊に呼ばれたんですってね。世界を救うためヒーローたちを集めてるって話も聞いたわ。頑張ってね、孫くん。あ、そういえばブルマんちの裏からさ、なんか武器屋的なさ見た目の場所があったよね。ここ来るの初めてだよね。なんか売ってんの？武器ならお任せ。はい。鉄の棒。いいのかな、これ。ああ、持ちすぎてるって？じゃあ、売る。木の棒。買う。鉄棒。んで、装備。しないといけないんじゃないかい？装備。鉄の棒。ああ、昔の RPG あるあるだね。こうやって後から買ったものがこうやって来ちゃうから、なんか整理整頓したくなるみたいなさ。そんな時さ、確かさ、ドラクエ3だと、なんかさ、渡す、自分とかって、そうすると、こうやってずらすことができるっていうね。よくこうやってさ、あの鍵の位置をさ調整したりとかしませんでした、皆さん。魔法の鍵とか盗賊の鍵をさ使いやすくするために。ほら、ごはんちゃんだよ。わーい、ごはんちゃんが帰ってきた。ごはんちゃん、お母さん、僕はよかっただ、さすが悟空さだ。これでまた親子三人仲良く暮らせるだな、悟空さ。僕はね、ほんと親子三人仲良く平和に暮らせる日々を与えてあげたいよ、父さんに。え、そうもいかない？旅に出たい、なしてそげなこと。こういう人生が長いんだもん、父さん。かわいそうだよ。そうだか、ごはんちゃんの次は世界を助けるだか。え、お父さん世界を救いに行くんですか？わー、すごい。じゃあ、あれ教えなくちゃ。お城の地下室の石像の下に秘密の抜け道があるらしいんです。お父さん頑張ってくださいね。そうだか、旅に出るだか。分かっただ、もう何も言わねえ。このうちとごはんちゃんはわらが守るだ。安心して行ってきていいだよ。いやー、ということでよかったね。ここは
あ、行ったよね。行ったんだっけ、もう記憶がショートしてる。もう、あ、撮ったんだな。なんかお金が入ってたんだっけ。うん、オッケー。じゃあそのご飯が言ってた石像ってとこに行くか。んで、そこに行くにあたって毒消し、毒消し、よしよし。で、木の棒が鉄の棒に変わったんでね、多少はスイスイ行く、スイスイ行くっていうふうに信じてます。セーブしよう。うん、イカ槌の杖、力の盾、そうそう、戦闘中に使えるね、道具とか武器ね、わかります。何ですか、久しぶりにこのゲーム見ていて楽しく拝見できて自分もプレイしたくなる。あ、ぜひぜひ、面白いですよ。見てないとこあったよね。見てないっていうか、もう見る余裕がないとこね。ここのことかな。やーべー、ちょっと鉄棒の力見せてくれよ、悟空。鉄棒、怖い怖い。結局、ちょっと待って読んね、オッケーオッケー。3、毒になると移動できなくなるのが一番厄介だね。さてと、どのタイミングで毒消しを使うかそれが困っちゃうね。石像、これ像を調べた。なんと階段が見つかった。ちょっとここもエンカウントが高そうだから使っとこうか。開幕ハートがね、減っちゃうのが本当恐ろしい。減って毒だから敵に近づくことができなくって、で、倒竹ができるサボテンやコウモリの攻撃を食らって、で、2減って、で、次のターンまた1減って毒でってなると、もうあっという間だもんね。出口が土で塞がっている。しかし柔らかそうな土だ。土をどけて外に出ますか。はい、ということで新しいエリアになるのかな。じゃあセーブしときましょうか。